子役の時から人気があった芦田愛菜さん。芦田愛菜さんの父親は芦田博文さん。父親のご職業は、三井住友銀行の支店長をされていたことがあるそうです。現在は仕事が変わっているかもしれませんが、支店長とはすごい経歴ですね。支店長の平均年収は1500万円。やはり芦田愛菜さんから感じる気品は、育ちの良さから来ているようですね。学校イメージ画像、また父親の芦田博文さんは、早稲田大学商学部を卒業されています。偏差値は70。すごい頭がいいですね。早稲田大学卒業後に、都内にある三井住友銀行に就職され、支店長にまでなったので、相当優秀なのは間違いないです。芦田愛菜さんの頭の良さは、父親譲りだったのですね。芦田愛菜さんは頭もよく礼儀正しいですよね。母親の学歴などは公表されていませんが、今は専業主婦として、芦田愛菜さんのサポートを全力でされています。小さい時母親から、おはよう、さようなら、ありがとう、ごめんなさい、わかりません、お願いします、知りません、の言葉を言えるようにと教わっています。また、芦田愛菜さんはキッズキッチンに通われていたようで、五感の刺激にもつながると、2歳の頃から母親の料理を手伝っていたそうです。また2歳の頃から母親が読み聞かせをしてくれて、読書好きになったそうです。読み聞かせに料理は素晴らしいですね。努力は必ず報われるなど、大切なことを母親から教わった芦田愛菜さん。すごくいい言葉ですよね。素敵な言葉です。いろいろな教育を受けてきたからこそ頭も良く、礼儀正しい人柄になったのかもしれませんね。見習いたい教育です。芦田愛菜さんは兄弟姉妹はいるのでしょうか。一部では姉妹がいると噂されてるようですが、家族はご両親と愛菜さんの3人で、兄弟姉妹はいません。芦田愛菜さんは一人っ子ですね。芦田愛菜さんは、芸能界を引退すると噂されていましたが、大学進学しても芸能活動は続けていくそうです。ここ数年は学業優先の生活を送ってきただけに、芦田の中では改めて演技への情熱が募っているそうで、大学進学の区切りを迎えたことで、さらに役者業にも邁進していくつもりだという。学生生活で学んだことを広く演技にも還元し、春からは役者業と大学生の二刀流で、さらなる飛躍を遂げるつもりだ。そもそも、なぜ芦田愛菜さんが芸能界を引退すると噂されていたのか。芦田愛菜さん本人から、大学に進学したら芸能界を引退すると発言したことはないので、芦田愛菜引退説は世間の噂。なぜ、世間が大学に進学したら芸能界を引退すると噂していたのか。というと、芦田愛菜さんが、大学は医学部に進学し、医者を目指しているという噂があったから、もし、芦田愛菜さんが医者を目指すなら、芸能活動との両立は難しくなるので、大学に進学したら引退するという話になっているのだ、と考えられます。今回、芦田愛菜さんの進学先として発表されたのは、慶応義塾大学法学部政治学科。ネットニュースでは、医学部に進学しなかったということで、今後も、芸能活動を続けていくという話になっています。しかし、芦田愛菜さん本人がテレビなどで語ったことではないので、この情報も本当かどうかはわかりません。芦田愛菜さんが医者になるのではないか、と噂されるきっかけとなったのが、2017年のスッキリのインタビュー。
芦田が医学部志望と見られるようになったきっかけは2017年、慶応義塾中等部に合格した際に出演した日テレの情報番組スッキリのインタビューだった。この時、病理医になりたい、医学の道に進みたいなと思って、病理医の存在はドラマで知ったんですと語ったのだ。スッキリのインタビューをきっかけに、芦田愛菜さんは医者を目指している、医者を目指すなら芸能界引退という話の流れになっているようです。しかし芦田愛菜さんは中学の頃から医学部の進学は選択肢にはなかったらしい。芦田は一部で医学部の進学を目指していると報じられたことがあったが、別の関係者の話では本人は中学生の頃からすでに医学部は選択肢に入れておらず、自らの意思で法学部政治学科への進学を決意、第一志望に見事クリアした。芦田愛菜さんは内部進学で系列大学の法学部政治学科に進学したと発表されています。つまり芦田愛菜さんは慶応義塾中等部、慶応義塾女子高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科というエスカレーター式で大学受験をせずに大学に進学。大学受験しなくても良いってずるくない。慶応系列の高校から大学への内部進学は原則として一定の成績があれば全員推薦なので、受験組からは内部進学はずるいとも言われているようです。ただ芦田愛菜さんが進学する法学部政治学科は内部進学組の一番人気の学科で、1から3年まで好成績を取らないと選択することができないとも言われている狭き門。芸能活動と学業を両立できないと選択することはできませんし、芦田愛菜さんの頭の良さをテレビで見てる人で芦田愛菜さんの内部進学はずるいという人はいないと思います。そんな芦田愛菜さんに現在彼氏はいるのか調べたところ、彼氏がいるとの情報はありませんでした。ただ SNS では高校時代に彼氏がいたらしいと書き込みされている投稿があったのですが、あまり信憑性がないようにも思われます。ご本人の発言や熱愛報道もなく、バラエティ番組のレギュラーや多くの CM に出演されていて、芸能活動も多忙であるため彼氏を作る余裕もないのかもしれません。徹底して調べたところ、噂された人物が4人ほど浮上してました。1人目は秋川風雅さん。秋川風雅さんは千の風になってで有名なテノール歌手秋川雅史さんの長男です。音楽家の家庭で育ち、ピアニストとして活躍されています。芦田愛菜さんとは同じ慶応義塾中等部出身で同級生なのですが、2019年11月に女性自身にて熱愛が報じられていました。運動会で楽しそうに話す姿が目撃され、実際に仲がいいこともあり熱愛報道されてしまったようです。ただこれに関してはただ仲がいいと言っただけで、恋愛関係を持っているわけではないようです。二人目は鈴木福さん。鈴木福さんと芦田愛菜さんは2011年4月より放送されたドラマ〇物起きてで共演されていました。主題歌ではくんとともき、たまにムックといった自身が演じた役名から取った名義でユニットとして歌手デビューを果たされました。ドラマは大ヒットし、主題歌〇〇もりもりも大ヒットして紅白に出場したりと、お二人でドラマ以外でもお仕事を一緒にされることが多くありました。2011年6月6日に放送されたスマップ×スマップにお二人が出演された際に、
芦田愛菜さんが特に好意を寄せているようにも捉えられていたようです。お二人が指定役で出演したドラマが大ヒットし、ユニットを組んで歌手デビューを果たしたりと、一緒にお仕事をする時間が多かったことと、このようなバラエティ番組での仲良さげな雰囲気からお似合いといった声も多く上がっていたため、付き合っているのではといった噂も出ていたようです。しかしこちらに関しても実際に交際していた事実はないようです。2023年6月4日に放送されたアベマのテレビ番組 7.2 新しい別の窓に鈴木福さんが出演された際に、芦田愛菜さんに恋をしたことがある？といった質問に対して、当時他に好きな子がいましたと完全に否定されていました。なので芦田愛菜さんと鈴木福さんは恋愛関係には発展せずに、仕事仲間として仲良くされていただけのようです。3人目は加藤清史郎さん。加藤清史郎さんと芦田愛菜さんは2016年4月より放送されたドラマアワーハウスで共演されています。ドラマの番宣として2016年5月7日に放送された目覚ましテレビ野佐の散歩といったコーナーに出演されていたのですが、その時の二人の様子を見た視聴者から付き合っているのではと噂されてしまったようです。コーナーでは自撮り散歩と題して、東京の名所などを巡りながら自撮りされていたのですが、その際に加藤清史郎さんが芦田愛菜さんの方を寄せて写真を撮ったりと距離感が近い印象でした。その様子が仲睦まじげでカップルのようにも見えた、ためつき合っているのかと噂されてしまったようです。しかしこちらの二人に関してもお付き合いしているといった事実はないようです。芦田愛菜さんは12歳で、加藤清史郎さんは15歳とまだ子供であったため、若い年齢特有の距離感だっただけに過ぎないのかと思います。4人目は藤井聡太さん。藤井聡太さんは14歳の時にプロ入りを果たされた天才将棋棋士です。将棋ファンだけでなく世間一般からも知名度が高く人気の藤井聡太さんは、芦田愛菜さんとサントリー緑茶伊右衛門で共演されています。2021年と2022年にお二人で対談もされているのですが、その時の様子がお似合いだとの声が多く寄せられていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。